胸に響く良い鐘の音だ。花の町への招待、嬉しく思う。僕を名指しで招待してくる者がいるとは。誠実に真心を持って応じなければ。今夜は僕がエスコートしてやろう。ダンスのリードも任せるといい。ドレスコードに従おう。ノーブルベルカレッジに設置されたガーゴイルは実に興味深い。心ゆくまで観察するつもりだ。フェルミエに衣装を絶賛された。興奮していたせいか何を言っているのか半分以上わからなかったが、時折フランムが僕のことを険しい目で見ている。招待客としてマナーに反する行動をとってしまったか。明るく賑やかで通りには花が咲き誇る。僕には縁のなかった光景だが、不思議と居心地は悪くない。夜の花の街は昼とは違った表情を見せてくれそうだ。その顔、お前も興味があるようだな。黒い生地に金の糸で施されたバラの刺繍が美しい。ふん、この衣装を考えた者とは趣味が合いそうだ。花の町で有名な焼き菓子を購入した。以前菓子をもらった礼に、クローバーに渡そうと思ってな。交流会ということだが、他校の生徒から遠巻きにされているようだ。声をかけたら悲鳴を上げられた。知らない土地を歩くのは面白いな。どれだけ書物で知識を得たところで、この感覚は味わえまい。また面白そうなものを見つけたのか。お前と行動を共にすると退屈している暇がない。ダンスの技術が随分と上達したようだな。次は僕と一曲お相手願おうか。